バルカさん、今の話は？うむ、今話したのがサー・ユーイン、レディ・ウェルチ、レディ・カーリンの母なる星ダフティーネと宇宙のあらましである。ちょっと信じられないけど、ルバーリカ王国もバッシン帝国も惑星ダフティーネという巨大な星の上にある国で、惑星ダフティーネは遥か広大な星の海に浮かんでいる。このダフテスはダフティーネの双子星、二重惑星である。リーシュたちは知ってたのか？ええ、すまぬ、悪意で隠していたわけではないのじゃが。確かに艦長の言う通り、いきなりそんなこと言われても信じなかっただろうし、実際今もそれほど信じられていない。自分の記憶が正しければ、ミスター、いや、キャプテンの故郷では宇宙開発を達成できていない惑星の住人に対し、干渉を最大限控えるべしとの法的な制約が課されたはずだ。ドクター・ベルダの故郷ランビランスでも同様であろう。彼らが真実を伝えなかったのは悪意によるものではない。さあユーイン、いや、自己紹介に基づくならばさあラクスターと呼ぶべきだろうか？ユーインでいいです。貴族家の名字は僕にとっては単なる道具でしかない。ではさあユーイン、それにダフティーネのレディーたちもこの場所で真実を咀嚼する時間と安全は確保されている。負傷や体力の減衰も見られるようだ。しばらくここで。え、レディ・ウェルチ、何か？でしょう。レディ・ウェルチ、ショックだろうが。そうでしょう？おっ、ルバーリカどころかダフティーネの世界全体がでっかい空間に浮いてる。うはー、リーシもベルダも艦長も空の星の向こうから来た。しかもティカに至っては未来から来たかもって。何それ、何それ、何それ、超テンション上がるんですけど。ねえ、あんたバルカだっけ？うむ。そんなこと知ってるあんたも空の向こうから来たのよね。宇宙から来たのよね。というかここはもう空の向こうなのよね。空の向こう？まあその通りだ。レディ・ウェルチ、その少し離れてもらえないだろうか？無理、もっと見せては？この船、あとあんたの武装、体？はあ、始まったぞ。ここがこうなって、あれがそうなって。待て、やめてくれレディ・ウェルチ。バルカお姉ちゃん大丈夫かな？このボタンを押してみちゃったりして。あ、そこはダメ。ウェルチ・ニーヤードへの警戒レベルを上昇。だがこの状態が平常であるとの診断が下されている。エラーが出そうだ。今私が見てるものは、立っている場所は、触れている何もかもは、私が人生をかけてでも手に入れたかったものなのよ。もっと聞かせて、何でも話して、できればあんたの全身調べさせて。だからダメ。やめ。あだ。なんのこれしき、調べさせ。
めげろよ。何だったんだ。ウェルチ、ちょっと待って。あなたの質問タイムは後でまとめて取るから、今はもっと大事なこと聞きたいから後にして。ああ、早くしてよね。好奇心で爆発しそう。ユイもカーリンも混乱しているとは思うけど、私たちにとっても今の状況は謎だらけなの。先に彼女と話をさせてもらっていいかしら。構わないよ。少し状況を整理したいし、ウェルチの好きにさせたらいつまで経っても話が進まない。好きにしなさい。どうせ私は聞いても何もわからない。外の空気を吸ってくるわ。空気の読めない上に騒がしい誰かさんのせいで頭が痛いから。はあ、何よあの態度。ベルチ、今この状況で一番混乱しておるのはカーリンなんじゃ。そっとしておいてやれ。はあ、あいつそんな神経細いタイプじゃな。一人ぼっちなんだよ。え？カーリンお姉ちゃん、今一人ぼっちなんだよ。ねえ館長、私もちょっと外の景色見てきていいかな。うん、行ってくる。ピカ、私も。館長、なぜ止める。ちょっと館長、大丈夫？ピカを一人で行かせて。周囲には危険な生物はいない。レディ・カーリンは諸君らの敵勢力に属する軍人だったようだが、彼女は自分の武器をそこに放置している。自分の話に対し心拍数や脈拍にも大きな動揺が見られた。彼女がティカお嬢さんを害する可能性は極めて低いだろう。しかし AI レコロ、ティカお嬢さんはレディ・カーリンが唐突に陥った孤独に寄り添おうとしていると判断する。ティカお嬢さんの精神的成長の好機である。レディ・カーリンの動静が不安であるなら AI レコロと自分の感度のセンサーをリンクさせよう。それで二人の様子を監視するといい。レディ・リーシュもそれでよろしいかな。お願いする。レコロと館長がいいなら。完了した。すごい技術だわ。あなた体と感がリンクしてるのね。それじゃあ本題に入るけど、あなたは一体このダフテスで何をしているの？お前さんが EN2 とかいう先進惑星出身だということをさっぴいても、ダフティーネの話に対し理解が早い。お前さんの体のセンサー類といい、この間の設備といい、ダフティーネを監視しておったの？どういう目的じゃ。初めに言っておくが、自分と EN2 は決してダフティーネとダフテスの両惑星に対し一切の悪意、害意は抱いていない。本来ならば私は衛星マスティマに降り立つはずだったのだ。衛星マスティマ？衛星ってつまり月？その通り。衛星マスティマは惑星ダフティーネの月にあたる。ダフティーネでは聖地戦争の終わりにダフテスと月とダフティーネをつなぐ月影のはしごを下ろす存在として知られている。そしてその月影のはしごの謎を解明することこそ自分がこの中域に派遣された第一の理由であった。まずはお前から消えるか。最も優れた召喚紋章適用者、気の毒。イブリーシュさえ現れなければお前が扉だったのかもしれないのにね。私は
だがまがい物は所詮本物の足元にも及ばん。これまでの献身ご苦労であった。もう休むがよい。私は何のために。あなたなの。何の用。ごめんなさい、ちょっと心配で。心配？あなたが？私を？何の冗談。はい、あのティカだったっけ。はい、ティカ・ブランシュです。突然改まって何。あの今までずっと宇宙のこととか隠してたから、もう一度きちんと自己紹介をしなきゃって思って。それですいません。あなたいいとこの子なのね。え？あなたみたいな子たまにバッシェンの庭上で見たことがある。本当に性格が良くて、いい教育を受けて、お金もあって、家族から愛されてる子。それって、バッシェンの貴族の子みたいってことですよね。私、普通のお家の子です。リカルド・フランツが、わざわざ自分の名前で、10万も懸賞金をかけて探してるのに。私、この時代の人じゃありません。未来のダフティーネから来ました。だからどうしてリカルド将軍が私を探してるのかわからないんです。未来。ティカ。はい。私には未来ってなんだかわからない。子玉に生まれて、軍人になって、聖地戦争を戦って、明日より先のことなんて、全部人任せにしてきた。あなたは、明日よりもずっと先から来たってこと？あなたは、明日の先を知ってるの？え？明日の先？超能力者とか予言者とかじゃないし、学校でも教わってないから、細かいことは全然わかんなくて、だから、慌てないでよ。私が知りたいのは、一つだけだから。私が知ってるかどうかわからないですけど、私が答えられることなら。明日の先、あなたが住んでいたダフティーネで、児玉の民は平和に暮らしているのかしら。それは。それとも、児玉なんて言葉はもうどこにもないのかしら。生命存続のため銀河を正しき未来へと導くこと、それこそが自分たちモーフィスの使命。自分がこの宙域にやってきたのも EN2 を統括する X の指示だ。このダフテスに漂着して約1年ほどになる。1年前から？一人で？その通りだ。観測期間としては決して長いものではない。特にダフティーネの聖地戦争にまつわる情報はダフテスにいては詳細に採取できない類のものだ。サー・ユーインとレディ・ウェルチからは後でぜひヒアリングを行いたいのだが。もちろんもちろん、何でも聞いて何でも聞いて。その代わりと言ってはなんだけども、あんたのいろいろ教えてもらえると。
ウェールチ、待て、僕が話す。お前より僕の方がずっと聖地戦争の実態に詳しい。だから彼女に近づくな。なんでよ。いろいろ言いたいことはあるが、お前が加わると話が進まない。艦長、リーシュ、ベルダ、必要な話し合いを進めて。ここは僕が持ちこたえる。ユイ、もう少し頑張っててね。わしらの旅には本当に欠かせん男じゃない。うん、すまんの。まあお前さんはダフティーネとダフテスを観測しているとのことじゃが、お前さんさっき衛星マスティマに降り立つと言っておらんかったか。うむ。なんでダフテスにおるんじゃ。情けない話だが、撃墜された。撃墜？どういうことじゃ。実は自分にもわからない。艦に残ったデータをくまなく精査したが、自分の艦を撃墜したものの映像も、形跡も、発見できなかった。先進惑星勢力による攻撃であることだけは間違いないのだが。姿の見えない先進惑星勢力の攻撃、それって。うむ、ランビュランス艦隊が陥った状況と極めて似ておるの。自分も艦の AI も遠距離センサーによって両惑星の文明レベルをスキャンしていたため、攻撃の危険に対し全く無防備であった。モーフィスの戦士は銀河の超長距離をコールドスリープで移動する。艦のセンサーが自分のコールドスリープを継続させていたことからも、いかに安全性が高かったか分かってもらえると思う。コールドスリープしたまま単独で宇宙航行しておったのか。モーフィスの戦士には珍しいことではないし、コールドスリープは EN2 ではありふれた行為だ。ところ変わればじゃの。それはともかく、わしらがこの宙域に来た時にはそれらしいものはどこにも見当たらなかったはずじゃが。姿が見えないのにたくさんの船に攻撃を加える、そんなのまるで階段に出てくる幽霊船じゃない。幽霊船？何を言っておるんじゃ、リーシュ。そんなもの、ありえないことではない。なんじゃと？かつてこの宇宙全体を恐怖に陥れた亡霊の軍隊が存在した。亡霊の軍隊？この宇宙には常識などというものは存在しない。あるのはその瞬間に起こる事実の積み重ねだけだ。姿の見えぬ亡霊航宙艦、そんなものも存在するかもしれん。そういえばティカの乗ってた移民船って。レコロは襲撃者の姿を見ておらんと言っておったの。まさか。ちょっと待って、話がおかしい方向に行ってる。ユイ？状況確認は大事だ。でも多分その幽霊の航宙艦の話は今すぐ解決しなきゃいけない話じゃない。いや、まだ宇宙とかそういう話を理解できたわけじゃないけど、今一番大事なことはそこじゃないことはわかる。ここまでの話でわかることは、今この場にいる全員が不測の事態によって本来いるべきでない場所にいるってことだ。僕とウェルチとカーリンさんはダフティーネ、ティカは未来、艦長たちはそのダフティーネに来たっていう船、バルカさんだって本来の目的地はここじゃないんだよな。その通りだ。ならまずは元の場所に戻る方法を模索するべきじゃないか。姿の見えない幽霊船への対策は実際に移動方法が確立してから考えるべきで、今その正体について話し合っても
無駄に時間が過ぎて腹が減るだけだ。一つ一つ確認していこう。君たちが言う宇宙は海、惑星は島や大陸、航宙艦は船と考えても大丈夫かい？うむ、その理解で問題ない。バルカさんや艦長たちも、それにもちろん僕らやカーリンさんも、今ダフテスって島にいるのは予定外のことだ。そうだね。その通りだ。僕らが目的にするものはこのダフテスにはない。なら今僕らがすることは、まず海を渡れる船を調達することだ。話し合うならそのことに集中しよう。幽霊船については、船を壊されたバルカさんがここで1年暮らせていたことを考えても、ラフテスに上陸してくることはない。なら用意した船に何を詰めるかを考える段階にならないと対策の立てようがない。そこで僕は聞きたい。艦長、バルカさん、君たちは船を用意できるのかい？わしらの船はダフティーネの衛星軌道上にある。ダフテスとの距離を考えれば相当遠い距離ではないが、艦長、レコロ、コロとの通信は回復しておるか？艦長と同様である。コロとの通信は回復していない。救難信号はどう？レコロの救難信号をコロに向けて。私の広域信号発信機能は救命艇本体の発信機能に依存している。このボディに搭載された通信機能は、惑星地表と惑星衛星軌道上以上の距離を想定していない。つまり用意できないんだね。バルカのこの艦は当然撃墜と墜落による損傷で、とても宇宙航行に耐えうる状況ではない。通信はどう？バルカの艦の通信機能は損傷している。生きているのは生命維持機能と観測機能だけだ。なので実は救難信号を発することすらできず諦めていた。あ、寂しかった。え？もう誰も私を見つけてくれないんじゃないかって、ずっとこの星で私一人きりで生きていかなきゃいけないのかなって。いや、ちょっと。私の時代のバッシェンにはフォックステイルっていう民族の人たちがいます。フォックステイル？その名前を知ったのはついこの間です。でもそういう人たちがいるのは知ってました。そのフォックステイルは小玉の民なのかどうかはわかりません。でも私の時代のルバーリカとバッシェンは平和です。みんな普通に暮らしてます。普通、普通か。小玉はね、バッシェンの海沿いに住んでる少数民族なの。紋章術の力は普通の人たちより圧倒的に強いんだけど、まああんまり恵まれた環境にはなかったわ。戦争でおとりにされたり、
絶対に帰れないような激戦の最前線に送られたりね。そんなひどい。私たちにはそれが普通だから。普通？でもジベル様がそんな環境を変えてくださったの。小玉の中でも特に紋章力の強い者は獣の魔女として取り立てられて、小玉の民の地位は一気に上がった。もちろんそれまでやられたことを忘れたわけでも恨んでないわけでもないわ。でもジベル様が私たちを。カーリンお姉ちゃん。うん、久しぶりに呼ばれたなって。私にはね、妹がいたの。いた？聖地戦争でね、村がルバーリカに焼かれて。それ以来私は妹の無念を晴らすためだけに生きてきた。だからジベル様の誘いにすぐに応じた。ルバーリカを倒すために、小玉の力を示したくて。忠誠は心からのものだったわ。ルバーリカ兵を倒してジベル様にお褒めの言葉をいただいて、妹のお墓に報告して。これは何なの？一体何が起こったっていうの？わけがわからない。ジベル様は一体どうされてしまったというの？カーリンお姉ちゃん。すまない、取り乱した。いっちゃなんじゃが、えらい取り乱しようじゃったの。だって本当に寂しかった。そう。このダフト二重惑星探査がモーフィスとしての私の初任務だったんだ。それで遭難したんなら、まあ辛かったよな。うん。うんって。キャプテンたちの艦がダフティーネに来たことはすぐに分かった。だから見えているのに通信ができないというのが辛くて何度も泣いた。キャプテン。ちょっと、なんで艦長にそんなベタベタ触るのよ。夢でないことを確かめているの。この人肌と地球人の遺伝子が私のセンサーのエラーによる電子的な夢じゃないって。だからってそんなに密着する必要ないでしょ。小さな子供もいるんだから教育に悪いことしないの。名残惜しい。結構余裕あんじゃないの。あー、バルカよ。水を差すようで悪いんじゃが、わしらも遭難状態にあることは理解しておるんじゃろうな。もちろんだ、ドクターベルだ。だが、ドクターたちがいてくれれば、取り得る対策がある。え？超長距離通信機を作り得る部品があるかもしれない場所が、近傍にある。なんじゃと？ここから南に30キロほど下った場所に、廃棄された都市の痕跡がある。廃棄された都市？それは本当か？何らかの理由で滅びた古代都市群だ。現代先進文明にも劣らぬ科学的ポテンシャルを秘めた文明だ。ダフテスには人類の痕跡はないはずじゃなかったのか？ティカの時代にもここまで近い場所にあるのに、移民先に選ばれないほど人類の生存に適さないと。そのはずであるが、自分一人ではどうあがいても対応できない状況がいくつもある。でもみんなと一緒なら。
しかし、かつて人類がいた痕跡が存在するなら、なぜティカの時代、移民先にならなかったのかな。わからない。私がまだ学校で教わってないだけかもしれないけど、レコロは何か知ってる？救命艇 AI に登録される類の情報ではなかったと推測される。まあ、一つ提示できる考察要素がある。なんじゃ？ダフティスは救命艇の緊急ワープ先としても緊急避難先としても登録されていない。それはまた妙じゃの。救命艇の避難先なんか、最悪大気と水が適合していればどこでも良さそうなものじゃが。救命艇の避難先であれば、近傍にある母星を避けてわざわざ双子星に行く必要がないためかと推測されるが、そのハイトにたどり着けば何か新たな情報があるのかな。何あの変な色の岩、すっごいわね。うわ、あの木なんだろう。どうすればあんな形になるんだろう。何かに使えないかな。ウェルチ、すっかり元気になったみたいね。ん？私は元気よ。そりゃまあ、コルリネではいろいろ思うこともあったわよ。でもこんな新しいものだらけのとんでもない世界を前にしてはしゃがないでどうすんのよ。第一、まだヴァルカの身の回りのもの全然調べられてないんだもん。むしろこれからさらに元気倍増するのよ、私は。レディ・ウェルチは探求心に満ちた性格なのだな。満ちた？ちっちっち、私は探求心そのものよ。探求心こそが私、私こそが探求心。さあ世界よ、この天才美少女ウェルチちゃんに新しい世界を見せなさい。まあ、落ち込んでいられるよりはいいか。それに有望、考えてみなさいよ。この先のハイトにはもしかしたらダフテスの使いや使いの力があるかもしれないのよ。そうか、そうだよな。使いも力もこのダフテスから来てることになってるんだもんな。まあ、ヴァルカがあんなにワンワン泣くくらいだから、すぐに人が見つかるかどうかはあれだけどもさ、この未知の世界を歩いている以上、落ち込んでる暇なんか一秒たりともないのよ。混乱するよりも先に見るべきもの、考えるべきものがある。ウェルチの前向きはやはり本物じゃの。そうだね、こればっかりはウェルチを見習うべきかな。そうだね、むしろ彼女の方が気になるね。ああ、いや、今更彼女が僕らをどうこうするとは思ってない。ただ、僕らと違って、彼女は祖国に裏切られたわけだろ？やけを起こさなきゃいいけど。ユーインは大丈夫なの？僕？そりゃ、驚きっぱなしではあるけど、ショックかと言われると、別にそんなことはないかな。一人旅をしてると、動揺は死に直結することもあり得るから。驚きっぱなしじゃいられないってのもあるし、むしろ、もっとおおらかにこの状況を受け入れたいんだけどね。そうだ、ティカ。アームの調子どう？ヴァルカのとこにあったのをちょろっと拝借しただけの割にはそこそこいけたと思うんだけど。うん、ちょっとまだギシギシ言うけど普通に動くよ。レコロも驚いてる。ありがとね、ウェルチお姉ちゃん。ウェルチビンヤードの終電が功を奏するとは複雑である。素直じゃないおにぎりね。おにぎり？私はレスキュー AI 056、通称レコロであると何でも
ああ、はいはい、わかったわかった。レディ・ウェルチの才能は、もはやダフティーネの枠に収まりきるものではないと推察される。素直に、驚嘆に値する。おにぎりちゃん聞いた？天才を目にしたときは、こうやって素直に褒めるもんよ。あれくらい全部の状況をスムーズに受け入れたいもんだね。ユーイン、それはともかく油断は禁物だ。ここに来た時襲いかかってきた連中のことを忘れちゃいけない。バルカさんの船から随分歩いてきたけど、周りの様子が少しずつ変わってきてる。もしかしたら。いきなり何？伏せなさい！おお！敵襲？センサーには何の反応も。空の向こうから来たすごい連中だって言う割に、この異様な匂いに気づかないのね。なんとか倒せたみたいだね。すまなかったレディー・カーリン、自分の油断が招いた事態だ。びっくりした。やっぱり発動しない。それに、え、それにしてもやっぱりこいつ狼男型のバッシェンの獣と同じ種類のモンスターだよな。それ以外の生物もダフティーネで見たバーベッタと同型じゃ間違いない。ねえカーリン、聞いていい？私が召喚した獣とこの地にいる連中が同じ姿をしている理由を聞かれても私は知らない。気づいてはおったんじゃな。そりゃね、さっきの宇宙がどうこうっていう話が本当なら、このダフテスから呼んでいたのかもしれない。それくらい私だって想像するわ。じゃああんたこいつら操るとかなんとかして襲ってこないようにはできないの？できればとっくにやってるわ。召喚できなければ支配下に置けないのよ。そんなこともわからないの？が忘れてた。こいつこういうやつだったわ。あなたたち、ずいぶん油断してるみたいだけど、ここの連中に殺されたからって、私を恨まないでね。うっさい！殺される前にあんたを盾にしてやるわよ！この次は、あなただけは見捨てることにするわ。上等だこれ！誰があんたなんかに助けられるもん！ウェルチ、また敵が来る。少し黙れ。ふん。あのカーリンお姉ちゃん。何？ありがとう。カーリンお姉ちゃんのおかげでみんな無事だった。気にしないで。今はあなたたちに死なれる方が、生きていられるより何倍も面倒だからよ。本当に町がある。これはまた大都市じゃの。ダフテスにこんなものがあるなんて。これが本当に町なのか？ルバーリカの王城よりも高い建物が数えきれないほどある。幾度か一人で探査した際に採取できた様々なデータから、この都市はオーネルセンと呼ばれていたことが判明している。オーネルセンだが、それ以上のことはわからない。
都市の中央には大きなエネルギー関連施設が稼働している反応が見受けられるのだが、あまたの妨害があり到達できなかった。妨害って？このオーネルセンは九段の狼男たちの根城なのだ。いずれ劣らぬ凶暴な者どもで、自分一人では太刀打ちできない。確かに鼻が曲がりそうになるくらいあの狼たちの匂いがあちこちに残ってるわね。ヴァルカ、あんた最初あんなにものすごい力使ってたじゃない。あれでもどうにもできないの？あんな威力の攻撃をこんな背の高い建物が密集した場所で使ったらどうなるかくらい想像できないの？ここでヴァルカが全力出したら周りの建物が崩れてきて大変なことになりそうだな。そういうことだ。自分がこのオーネルセンに来たのも、もともとは缶を直すために必要な素材があればと考えてのことだった。なのに万一にも有用なものを破壊してしまっては本末転倒だ。でも言っていいのかわからないけど、あんたそんなのなくても強いじゃない。多少狼男がいっぱい出てきたからって。だって怖いし。は？なんとなくそうじゃないかとは思っておったが、ヴァルカの巣はこっちなんじゃな。この体でも痛いものは痛いし、噛まれるの嫌だし。いやでもあんたそれは。曲がり角で出会い頭に吠えられたら足が震えて。ウェルチもこの星で一年過ごせばわかる。夜平原にあいつらの目が光ってるのを見ると怖くて寝れない。なんかごめん。無神経な子ね。あんたはいちいち突っかかってくんじゃないわよ。ウェルチ。でもみんな一緒なら大丈夫だよね、バルカお姉ちゃん。うん、怖くないわけじゃないけど。でもみんなと一緒なら勇気が湧いてくる。うん。ティカ、一人は寂しいものね。早くコロに連絡してあげないと。一人で泣いてそうじゃな今頃。とはいえこれから暗くなる。都市に踏み込むのは明日にして、今日はセーフゾーンで野営しよう。みな、こちらへ。狼男たちが踏み込めない構造の建物がある。さすがに広い都市。昔は大勢の人が暮らしていたんでしょうね。そうじゃの。間違いなく100万人規模の都市じゃの。でも今は人っ子一人いない。何があったのかしら。人がいなくなった都市が風化するには数百年あればいいというが、この都市は、あるいは星は一体いつ滅びたんじゃろうな。最近のことなんじゃろうか。随所に未だエネルギーが供給されている施設やあまり劣化していないメンテナンスロボの反応が見受けられる。 AI や自律ロボットを実現させた文明のようだ。記録文書をたどらなければ正確な年代測定は難しいだろう。でも私の時代にはきっとまだ残ってるはずだよね。一度は間違いなく人が住んでいたはずの星がどうして移民先にならなかったんだろう。この旅の間、ずっと謎ばかりが増えていくわね。艦長はどう思う？オーネルセンの人たちは、どこに行っちゃったんだろう？そうね。文明が滅びても、人類が絶滅したとは限らないか。戦争か自然災害か、やむを得ない理由で文明は滅びたが、文明に頼らぬ人類は、
この星のどこかに生き続けておるやもしれんな。だとしたら、その人たちの生活は騒がせないようにしたいわね。もしかしたら移民先に選ばれなかったのはそういう理由だったのかな。艦長たちが言うところの未開惑星保護条約か。それにしてはレコロが理由を知らんのはおかしい気もするが、どこかにいるといいの。何にせよ、明日はバルカが言っておった中心部のエネルギー施設の探索じゃない。何か有益なものがあるとよいが。ついにたどり着いた。このオーネルセンで最もエネルギーに満ちた場所。確かにこの場所だけ他の建物と違い、メンテナンスも行き届いておる気配がするの。そうだ、ここは明らかに施設が生きている。ここなら艦や通信機の修理に必要な素材か、最悪そのための情報が収集できるかもしれない。でもどうやって入るんだ、この建物。扉や門らしきものがどこにも。ん？どうしたの、ペコロ。微弱な電波信号をキャッチした。バルカ。なるほど。この信号か。だが妙な信号だな。簡易スキャンをしたところ、接続要求信号が混ざっている。なるほど。確かにな。だが、特に暗号化されているわけでも、悪意あるウイルスが仕込まれているわけでもないな。恐ろしく単純な接続要求信号だ。彼女たちは何を言っているの？なんと言ったらよいか。普通の人の目には見えないものを見ておるんじゃ。ベルだ、言い方言い方。防壁展開、接続指向、アクセス。なんだ、随分容易な。 AI レコロ、どうやらこれは、この施設のマスターキーコードのようだ。一部を除き、ほぼ全ての隔壁を解放できる。マスターキーコード？そんな重要な情報を、誰にでもアクセスできるような接続要求信号に混入させているのか？信じがたい。だが間違いない。防壁にも構成のプログラムは片鱗すら感じられない。開くぞ。開いたけど、扉の向こうは真っ暗だね。奥の方から変な音が聞こえるけど、街中にもいたロボットとかいうやつかな。敵対するようなやつじゃないといいけど。中にもあの狼男が潜んでたりしないでしょうね。レコロ、中の様子わかる？深い地下施設を持つ建物だ。そこをかしこにセンサーを遮断する建材も組み込まれている。私のセンサーでは対抗できそうにない。門は容易に開くのに、内部はなぜここまで厳重なのか。自分のセンサーも全体をスキャンできない。万一内部に敵対的な存在がいた場合、むやみに照明を点灯させるのも得策とは言えんが。ちゃん、長い一本道ね。突き当たりに扉みたいなものがあるわ。普通に人が手で開けられそうな形よ。え？あんた、この真っ暗闇見えるの？ちょっと黙りなさい。は？鎌で音鳴らして何がわかるって。聞いたことのない音ばかりだけど、狼男や森にいたモンスターみたいな連中が潜んでいることはなさそうね。ただこれは何かしら。天井近くで何か小さいものが動いているわ。は？レディー・カーリン、
まさか音の反響で内部の様子を感じ取っているのか。はあ？小玉の民にとってはさして特殊な力じゃないわ。このフロアは単純な構造だし、本当はいちいち自分から音を出さなくてもいいんだけど、うるさいのが一人いたから。お、誰のこと、有望花。ウェルチ、落ち着けって。この中を探索しなきゃいけないんでしょ。なら私が先頭を歩くわ。あ、大丈夫なんですか？あの、バルカ、レコロ。ん？あなたたちのセンサーとかいうのは、私よりも敵の接近に気づくのが遅かったわね。すまない。それは。責めてるわけじゃないわ。その代わり、あなたたちは私には見えない何かが見えるでしょ。あなたたちはそれを見て。梅雨払いは私がする。ティカ、あなたはリーシュやベルダと一緒に後ろへ。バルカたちから離れないようになさい。艦長とユーインは。私の後ろにいてくれればいいわ。そこで怖い顔して私を睨んでるのが安心できるようにね。どうも私があなたたちを罠にはめようとしたり嘘ついたりすることが不安みたいだから。ああ、もういちいちムカつく女ね。お互い様でしょ。じゃあ外から狼男たちの気配が近づいてきてるから手早く進みましょう。何してるの、ティカ。そこにいるとカマに引っかかるわよ。リーシュとベルダのそばにいるって言わなかったかしら。でもこの通路はまだ安全なんでしょ。そうだけど。なんか嬉しい。変な子ね。遊びじゃないのよ、ベルダ。うむ、ほれティカ、ファーリーに心配をかけるでないぞ。だが、そうじゃの、そうじゃの。ティカの気持ちはよーくわかるぞ。ねえ。何なの？とにかく前に進みましょう。カーリー、道案内よろしくね。そりゃ、ティカの気持ちはわかるけど。レディ・ウェルチ。何をしている？行くぞ。分かってるわよ。分かってるけど、なんかムカつく。また扉があるわね。なんだかこれまでの扉と形が違うみたい。どう見ても手で開ける形ではないわね。今まで通ってきた通路や部屋とは何か違う目的がある空間のようだ。天井が高く作られているな。生地足元に変な光があるから先が見づらいな。カーリンの耳がなかったらロボットの襲撃が全然察知できないわね。ああいうの壊しっぱなしでいいの？あれも何かの修理に使えるんじゃない？もちろん放置するつもりはない。必要と判断した時には帰りに回収する。建物の外で検知したものと同種の接続要求信号を検知した。バルカ、解錠。承知した。無。どうした？いや、確かに外のものと似ているが、この扉の解錠用では。
みんな警戒しなさい。壁の中から今まで聞いたことのない音が聞こえる。大きな物体が動いているわ。ティカ、下がるんじゃ。目が。尻尾が焦げただけよ。なんともないわ。さっさと武器を構えなさい。敵の攻撃はまだ終わってないわ。さいわね、言われなくたって分かってるわよ。怪我したんなら下がってなさいよ。あとは私がぶっ潰してさっさと借りを返すから。おあいにくさまね。一度作った貸しを簡単に返させるつもりはないわ。来るわよ。倒したのか。こいつら死んだのかどうか分かりにくすぎよ。もう問題ない。撃退は完了したと判断する。でもなんか変じゃない？最初は確かに混乱したけど、そこまで手応えがあったかっていうと。確かに最初はもう死ぬほど驚いたけど。そうなんだ。だが物理兵器も光学兵器も想定される威力はもっと高いはずだ。何か機能に制限がかけられていたようにも感じる。でもこの腕にぶん殴られて当たりどころ悪かったら普通に死ぬわよ。そうね。あなたは今回死にかけたものね。うっさいな。あんたは余計なこと言わなくていいのよ。とにかくそういう武器が弱かったのはずっと使われてなかったからいろいろ劣化してたとかじゃないの？それよりも倒したんなら先に。あれ？ガードロボット光ってる？まだ何か防御機構が働くのかもしれんぞ。いや違う、これはこの信号は？扉が開いた。こいつを倒せば開く仕組みだったってことか。みんな油断しないで。カーリーお姉ちゃんどうしたの？誰か来る。誰か？何かじゃなくて。待て、サーユイン。この音は足音？さんは人間、人間ね。この星の人かしら。ああ、一体どれほどこの瞬間を待ち望んだか。待て、その場で止まれ。こちらの言葉は理解できるはずだ。その場で両手を上げ、
我々に対し害意がないことを証明せよ。これは警告である。その場で両手を上げ。頼みがある。む、君たちが私を警戒する気持ちはわかる。が、それを押して頼みたいことがある。頼みたいこと？彼に弔いの言葉を。彼とは？もし目覚めの瞬間が訪れるとしたら、真っ先にそうせねばならないと決めていた。君たちが撃退したガードロボット、ハイとオーネルセンの、いや、私たち人類の守護者である彼に。すまない。たった一人、人の身には想像もつかぬほどの長きにわたり我々を守ってくれていたのに、その最後の役目が破壊されることでしか果たされない。そんな風に君を作った我々を許してほしい。ええ、悪い人じゃなさそうね。でもどうしてこんなところに。すまない、時間を取らせた。私の言葉が通じているようなのでお尋ねしたい。妙な問いに聞こえるかもしれないが、君たちはこの星のダフテスの人間だろうか。質問の意図がわからんのじゃが。それは宇宙を把握していないということか、それとも私の言葉の意味が不明であるということか。うむ、出身惑星を尋ねられておるのなら、わしらは全員このダフテスのものではないと答えよう。ダフテスのものではない、そうか、やはりか。ちょっとあんた、さっきから何言ってんの？そっちこそこの惑星だかなんだかの人なんでしょ？一体この星や町ってどうなってんの？あんたダフテスの使いなの？我々は星と町が今どのような状況になっているか把握できていない。ダフテスの使いとは聞いたことがないが、この星に今はそう呼ばれるものがいるのだろうか。ええ、どうも様子が変ね。なんだかこの星の現状が分かってない感じがするわ。どうやら情報交換が必要のようだな。我らに対する害意も認められない。お察しの通り、自分たちは全員惑星外で不測の事態に見舞われ、このオーネルセンを訪れた。ミスターアンリー、アンリー・アンル・アンリというオーネルセン人類保存研究所アークの所長を務めている。いや、勤めていた。ミスターアンリー、自分はバルカ S90 モーフィスの戦士だ。ミスターは一体ここで何を？人類保存とは一体どういうことだ？待っていた。我々を救う者を。人類の保存は言葉通り、滅びゆく人々を救わんと足掻いていた。救う？何から？星を覆う病、人を襲う病。病じゃと？どうにもならなかった。抗うこともできなかった。だから待った。もはや国も社会も維持できなくなるほど人が減り、病に適応した数少ない者たちの中で我らの歴史を語り継いでくれる者たちの到来を願った。この星の文明を理解しうる者ならこのアークの門を開き、守護者たる彼を倒し我々を解放するだろうと。今日この日が
解放の日であることを私は願ってやまない。守護者を倒し解放。つまり先ほどの戦闘でガードロボットの力がセーブされていたのは、ミスター・アンリたちを解放する力を持つかどうか、試験する意味があったからなのだな。今、病に適応したと言ったな。アンリよ、お前さんもよもやその病に罹患しておるのか？一体どういう症状の病なのじゃ。人が、獣に落ちる病。はっ！ある種のウイルスの作用であることまでは分かったが、感染と同時に手の施しようがない速度で体組織を侵食し、やがて理性を失い、人が獣になる悪夢というほかなかった。待って、今獣に落ちると言ったわね。ああ、この施設に収容された者は私を含め重化の病に適応した者だ。このようにな。なんじゃ。私が召喚した狼男型の獣と同じ。この星にはびこる人々の慣れの果て。そんなことって。安心しろ、害意はない。私はこの病に完全に適応した数少ない者の中の一人だ。喋れるの？今までの狼男さんたちは動物みたいだったけど、どうやらこの姿に見覚えがあるようだな。病に適応できた数少ない者だけがこの姿になっても己の意志を保持できる。それでも凶暴性は増し、肉体の形質も大きく変化してしまう。それまで私たちが培ってきた全ての医療が適応できない肉体なのだ。幾万、幾億もの人々が獣となった。この星の人々の慣れの果てを見たのか。数は増えていたが、人間の姿を保った者はいたか、私にはわからない。我らの文明が滅びたのは、もはや3万年も昔になるのだ。3万年？量子コンピューターの演算に間違いがなければ、そういうことになる。そうだキャプテン、間違いない。これは罹患とロープウイルス、あるいはそれに類似する症状だ。獣となる狼、獣、罹患とロープウイルス、人が獣になるウイルスじゃと。まさか、これは。獣が、人間？ここが、ダフテス人類終焉の地だ。獣を受け入れ、救いを待って眠りについたわずか数千の者たちの名を見てほしい。こんなことって。ここにいる人たちはまだ生きてるの？幸い、コールドスリープ機能に損傷は見られない。奇跡的に全てのカプセルに生存信号が灯っている。
ここにはおよそ8000人のウイルス適合者が今日のこの日まで生き延びた。この広大な星の人々がたった8000人。中には奇跡的に感染を免れ星を出た者もいたが、残念ながら3万年の間に帰還した痕跡はないようだ。どこか遠い星で幸せに暮らしていればよいのだが。移民船ってまさかとは思うけど、ティカは違うわよね。時間を超えたティカがその頃のダフテスの人だったってことは。落ち着くのだ、レディ・リーシュ。ティカお嬢さんはサー・ユーインやレディ・ウェルチ、レディ・カーリンと同じダフティーネの民であると私が保証しよう。ティカお嬢さんとミスター・アンリの遺伝構造も根源的な差異が見られる。少なくともダフテス人類とダフティーネ人類に遺伝的な相関性は見当たらない。でもそれじゃあ3万年前の人はどうしてダフティーネに来なかったんだろう。私やユーインお兄ちゃんとアンリお兄ちゃんは違う人類なんだよね。構わないよ。文明が生きていればきっと君くらいの子供がいてもおかしくない年齢だ。あ、ごめんなさい。いや、とても嬉しい。君が誰かが私を呼んでくれることが、私の記憶が確かなら当時隣の星は移民先としては不適格であると判断されていたはずだ。そこに人類が生まれ文明を築いていることに感動すら覚える。こっちはこっちで双子星を最初から移民先として考えていなかった。どうしてかしら。私はタフテスに人が住んでたことを知らなかった。多分私の周りの人はみんな知らなかったと思う。そんなの悲しい。ちゃんとすぐ近くに人がいたこと、帰ってみんなに教えたい。その言葉だけで私たちは救われるよ、ティカ・ブランシュ。3万年もの長きにわたる封印、眠りにつく直前、私はもはやオーネルセンは滅びるだけかと思っていた。それがこうして異星の君たちの知るところとなった。我らが生きた証が未来に継承される。それだけで我々はもう。ダメじゃん！ん？ダメじゃん！オーネルセンは、ダフテスは、アンリの仲間たちは滅びてはならん！ベルダお姉ちゃん？どうしたの？ティカのためにも、ダフティーネのためにもじゃ！これは、ゆゆしきことじゃ！リーシュ、艦長、わしのじいちゃまの慣れの果ての姿は覚えておるか？ええ、それはもちろん。でも。感傷に浸りたいのではない。思い出してくれ。じいちゃまの杓子病の症状は明らかに他の杓子病のそれとは一線を画しておった。体組織の変質、巨大化、何よりあの獣のような風貌。中華の病がパルスタワー建設の予定地であったダフティーネの近傍で起こっていた事実をわしは見逃せん。ベルダは、ソフ殿の変質が杓子病と中華の病との合併症ではないかと疑っているのだな。その通りじゃ。ヘルドラムとランビュランス軍は謎の攻撃によってこの中域から駆逐されて、ダフテスを調査することはできなかったが、それ以前から異常変異したじいちゃまや杓子病がこの中域に来ていた可能性は否定できん。それに思い出せ、じいちゃまは空間転移をしておったじゃろ。わしらは今回一体どうしてダフテスに来ることになった。この星にわしらを一瞬で送り込んだものは何じゃ。あ、そうじゃ、リーシュとジュベルの召喚紋章術の激突。そして
カーリンの召喚紋章術で呼び出されたバッシェンの獣の出所はおそらくこのタフテス。呼び出された獣は皆バーベット化しておった。悪い冗談だわ。最悪よ。召喚紋章術の使い手であるジベルが同じ召喚紋章術の使い手である獣の魔女を生み出し聖地戦争を戦っておった。ジベルはダフテスとマスティマ、そしてダフティーネを結ぶとされる月影のはしごから現れた。一つ一つは決して大きなつながりではないが、それでもわしらがこの中域で出会ったあらゆる事象が細い糸で一つにつながっておる。この事実は見過ごせん。ドクター・ベルダの推測は調査に値するに十分なものと提言する。アンリオ、オーネルセンの民のため、ダフティーネの民と未来のため、わしの故郷ランビュランスのため、今一度オーネルセンの蓄えた知恵を宇宙に解き放ってはくれんか。ああ、三万年の後、このような光明がオーネルセンに降りるとは、願ってもないことだ。ランビュランスと連絡が取れれば、杓子病の研究のためにもダフテスに使者が送られるはずじゃ。オーネルセンとランビュランスの力を合わせて、この中域の涙を1ミリリットルでも減らすのじゃ。そのためにもまずはダフティーネに渡る手立てを考えねばな。重化の病がウイルス感染によって進行するなら、ティカの健康診断もだ。アンリアンルアンリオ、重化のウイルスについて蓄積されたデータの提供を要求する。当然の要求だ。承知した。こうなったら一刻も早くコロに迎えに来てもらわなきゃね。アンリ、私たちの艦がダフティーネの衛星軌道上にいるの。バルカの艦の通信機で連絡を取るために修理用の素材は手に入らないかしら。素材はもちろん提供できるが、この施設からも長距離通信は可能だ。ここから連絡を取るといい。いや、礼を言うのはこちらの方だ。多くの同胞が物言わぬ獣になり、文明が失われゆく絶望の中で、もう二度とオーネルセンに文明の光は差し込まないと思っていた。この星の海の中で我々は取り残された孤独な人類なのだと。だが宇宙はまだまだ広いのだな。この声ってなんか時々聞こえてた。目標ラフテス、オーネルセン、全速前進、出前迅速、最強無敵でお迎えに上がります。やはりコロの言語機能には無駄が多すぎるように思うが。いや待て、こちらはバルカ S90 である。アドミニストレーターコロ、機関の現在位置はダフティーネだろう。この中域には正体不明の敵対勢力が。そんなものどこにも見当たりません。艦長たちがいらっしゃらなかった間、この中域をもう飽きるほどスキャンしました。それにご安心ください、ワープで行きますから。この近距離でワープなんかして大丈夫なのか。うん、艦長がそう言うならもう好きにしたらよい。座標確認、今から10分以内にオーネルセン上空へと到達します。
早く早く艦長の元気なお顔を見せてください。早く。ワープに入ったようじゃの。コロ、寂しかったんだね。なんかやべえやつが来るようにしか思えないんだけど。コロ？コロってあれ？根はいいやつなのよ。できれば気持ち悪がらないであげてもらえると。でもこれでなんとかダフティーナには帰れそうね。ん？なんだい艦長。艦長？私を？君たちに同行させてもらえるというのかい？それは良い考えじゃ。うん、そうじゃ。わしとしたことがその可能性を考えておらんかった。そうじゃな。重化のウイルスが今でもダフテスの大気に残っているなら、ティカだけでなくわしら全員の健康診断が必要じゃな。艦長とバルカはこの症状を知っていたようじゃが、艦の医療設備でどうにかなるものなのかな。君たち銀河連邦はこのウイルスを制御できるのか。そういうことであれば同行を断る理由は全くなくなる。なるほど。アンリたちのためにも、これは一秒も早くコロに迎えに来てもらわねばならんな。アンリがここを離れても、施設は大丈夫なのか？このアークには、私と同じくウイルスに適合し、施設を維持管理する技術と資格を持つ者がいる。彼らを覚醒させ、ルースを任せよう。君たちの艦に、我々が蓄積したデータも提供する。どうか、眠りについた同胞たちに光に満ちた目覚めを。任せて。私も一緒に。バルカも一緒に来てくれるの？正直頼んでいいのかどうか悩んでおった。ありがたいぞ。いいの？むしろ来てくれんかと思ったぞ。お前さん、モーフィスとかいうのの役目があるんじゃろ。艦の修理ができたらお別れかもしれんと心配しておった。やだ、一緒に行く。もう一人は嫌。私もみんなと一緒がいい。私が集めたダフテスとダフティーネのデータもあげるから、一緒に連れてって。一人は嫌だよね、ティカ。でも今はもう一人じゃない、みんな。そうだな。ちょっと待って、みんな、何か妙な音が聞こえる。来たようじゃの。艦長！コロ、すごい声だね。でも嬉しそう。この騒がしさだけはやはりなれん。コロったらもう、衛星軌道から転送収容してくれればよかったのに。辛抱たまらんかったんじゃろうな。なんじゃありゃ。おお、見ているか、オーネルセンの同胞たちよ。あれがキャプテンたちの。そうよ、あの船が
私たちの艦長が指揮する船。星の海を旅するコロの船か。なるほどね。艦長、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 ご無事で何よりです。うわ、レコロそっくり。違います、ユインさん、僕がオリジナルでレコロさんが僕にそっくりなんです。そっちにとっては初めましてではない感じかな。これからまだまだ驚かされることはたくさんありそうだね。とりあえずよろしく、コロ。はい、ユインさん、ウェルチさんに、バルカさん、カーリンさんに、アンリさんも、艦長たちがお世話になりました。まずは皆さん、艦に乗ってメディカルチェックを受けてください。傷を癒して次のミッションに備えましょう。解体はしないでくださいね。うずうず、うずうず。やっぱりこの人怖いです。ん？あれ、あんた何してんのよ。私を乗せていいの？あ？ダフティーネにルバーリカに戻るんでしょ。私はあなたたちの。バカじゃないの？まさかとは思うけど、あんた一人でここに残る気？あんたが一人で残ってもアンリの仲間の邪魔にしかならないわよ。でも。ああ、もうらしくないわね。グズグズしない。あのジベルってやつ、ぶん殴りたくないの？ぶん殴って辞表叩きつけて、退職金の一つもせしめないでどうすんのよ。あなたって前向きね。私の人生に後ろ向いてる暇なんて一瞬たりともないのよ。私は私に与えられたこの力の正体を何も知らない。私は知らないうちにアンリの仲間に決して許されないことをしていたのかもしれない。だからあなたたちと一緒に行くわ、真実を確かめに。最初からそう言えばいいのよ。さあ乗んなさいよ、カリン。あなたの船じゃないでしょ、ベルチ。